どうも、日常演舞です。今日はサムネにもある通り、こちら業務スーパーで買ったインドのお菓子ソワンパフリとリーボンベイハルバを食べたいと思います。どんなお菓子なんですか？インドです。そんなに甘いお菓子っていうイメージはないんです。やっぱりインドというとカレーなんです。ただもしかしたらその辛さに合わせた、いや、インドのカレーって辛くないって聞いたことあるような気も、もうぼちゃぼちゃして、とりあえずこのリーボンベイハルから食べたいと思います。どう柄と伝わらないんですけど、こう小さいように見えてずっしりしてますね。なんだろう、書道で使う時の分身ぐらいの重さがあるって言ったらさすがに大げさかもしれませんけど、そんな中身は薄透明で、羊羹のように見えなくもないような、まあ食べてみればわかりますね。ではいただきます。インドの伝統お菓子がどのようなものなのか気になって食べてみたんですけど、これはちょっとうってなるような部分がありますね。かなり好みが分かれそうな味なんですけど、私は正直なんて言ったらいいのか、もうあと10年会うのが早ければまた違った感想が出せたのかもしれませんけど、これはちょいとスイカめだけど、まずくはないんですよね。ただこれ感想に困る、なんて言ったらいいんでしょう。この後説明します。ごちそうさまでした。まず最初に食べたリーボンは、本当に名前をややこしいな、はねっとりとした食感でグミに近いような感じなのですが、バターの脂っこさがきつくて口の中でじゅわっと広がってきますね。ただ自分はちょっと脂がきつすぎて、10代20代の時だったらあっさりパクパクで好みだったかもしれませんが、30代になってくるとさすがにきついかなこの脂はって思いましたね。一方のソワンピはなんか見た目こんな風に整列されてるんですけど、中見てみたらもう明らかに全部くっついてるような感じになっていて、スプーンで崩しながら食べました。シャリシャリ、綿菓子のような確かに軽さはあるんですけど、どこか甘さに癖があって好みが分かれるかなと思いました。今回食べた業務スーパーで買ったインドの伝統菓子2種は、味に個性が強すぎて、正直かなり好みが分かれるかな、そして自分の口で合わせて、ね、判断すると、両方ともインドの皆さんごめんなさい、2点とさせていただきます。ちょっと癖が強すぎて正直自分の口には合わなかったかなと思いました。2点以下ってなかなか出ないんですけどね。それでは、カゲロウの人形いるかな、夏なのに。カゲロウの人形、カゲで何か人形でも作ってるのかな。というわけで本日は業務スーパーで売っている2種のインド伝統菓子を食べてみた動画でしたが、正直自分の口にはなので今回はあまりおすすめはできないですね。なのでもうこのまま締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければチャンネル登録高評価もしていただけると嬉しいです。では演舞終演。